こんにちは。こんにちは。ぴょんちゃんです。やっぱんです。はい、今回の動画はですよね、はい、私が新しい友達ができたんですよ。うん、よかったね。だから昨日、新しい友達を会いに行ったんですけど、うん、そこがね、長堀橋だったんですよ。長堀橋ね。うん、まあ、震災橋の近くかな。うん、私初めてだったんですよ、長堀橋はね。あんま長堀橋狙っていくことはないから。で、なんか長堀橋に到着して、歩いて行ったら、急に韓国のシュポがバーッとあって、びっくりしたんですよ。なんでここに韓国シュポがあるのって思って。なんか最近ちょこちょこ出てきてるよ。そうなの、うん、私チュラシしか見たことないから、はいはい、やっぱね、うんうん、なんか気になるじゃん。だからちょっと寄ってみたんですけど、うん、たくさん買ってきました。何この量。これが5000円だよ。5000円でしょ。円円買いすぎだろ。この間前にさ、なんか家計簿の話した時にさ、うん、なんか1週間で5000円とかあるの。ということで、あれでなんか日本に住むヒョンちゃんがね、韓国にシュポに行ったら何を買うか、皆さんにちょっと紹介したいと思います。何を買ったんですかこれ。いろんなものを買っちゃったんですけど、はい、私が韓国に今2年間帰れなかったじゃん、うん、はい、だからちょっとおかずとかお母さんのおかずみたいなものも懐かしいなぁ と思ってたんですけど、うん、それがちゃんとあったんですよ。やっぱりちゃんと韓国のものがあった。うん、だから、うん、あ、これは買わなきゃと思って買ったんですけど、はい、最初ね、はい、これをちょっと紹介してみようかと思います。やっぱもね、はい、知らないと思うわ。私の知らないもありますからね。これです。何これ。豆、黒い豆。あ、黒豆。黒豆、はあ、やっぱこれ初めて見たの。いや、これ初めてなわけない。あるよ、日本。あ、日本もあるんだ。あるある。へえー、これ食べてみる。ちょっと甘めのやつでしょ。あ、甘い。はいはいはい。ご飯と食べたら美味しいじゃん。ああ、そうね。ちょっと待って、やっぱ、はい、この味違うか、ちょっと。ああ、はいはい、日本のとね、うん、試しにちょっと食べてみて、はい、これ私ね、はい、子供の頃よく食べたんですよ。これは普通に家庭の料理として。おお、私髪の毛が少ないじゃん。ちょっと前髪がね。だから前髪いっぱい出したんですけど、あ、この絵がちょっと髪の毛が少ないから、黒い豆をよく食べたら、うん、髪の毛がたくさん伸びるよって、そういう話があって、もっと食べたんですよ。でも、あんま効果ないかも。一緒だから。日本はなんかよく、わかめ、昆布とかはよく言うけどね。あ、そうなんだ。お箸の使い方どうですか？お箸？私？はい、うまいんだよ。あ、どう？懐かしい。あの、韓国の味する。する、うん、私もちょっといただきます、うん、すごいなんかね、硬いね、これ。あ、粘りっていうか、ひっつき感が多い。硬っ。硬い？うん、日本のよりちょっと硬いわ。日本の方が？日本の方が柔らかい。あ、そうなんだ、うん、歯ごたえはある。ちょっと味違うね。どんな感じ？日本のがもうちょっと甘めに似てると思う。あ、日本のも食べたいな。あの、もうちょっと違うけど、お正月に黒豆食べたり、おせちに入ってるやつ。これちょっと違うんじゃない？あれとはちょっと違うかもしれないけど、うんうん、お豆自体も全然違うし、ね、うん、ちっちゃいんだよこれ、うん、日本のに近いけど、うん、もっとおかずっぽい。あ、醤油の味が強いね。あ、そうなんだ、うん、なるほどね。美味しいよ。で、次、じゃじゃーん。これよく知ってるでしょ。これはね、韓国っぽいやん。おでんね。おでんね。釜山の名物と言ったら、うん、おでんなんですよ。あ、これ、うん、だから私いつもね、おでん買うとき釜山って書いてるおでん、うん、ばっかり買うんだよ。それを選んで食ったんだよ。そうそう。へぇ、なん違うの。味は違う。味付けが違うんだ。そうそう。もっと、うん、なんと言えばいいの、食感もね、もっと柔らかいし、うん、もっとしっかりしてる味がするから、うん、もう釜山の方が好きなんだよ、私は。日本にあんまないじゃん、これ。この食感があんまないね。ないね。うん、この、なんていうの、うん、材料はお魚のすり身だから、うん、そうそうそう、まあ日本にもいろいろあるじゃない、うんうん、そういう同じようなものは、うん。でもこの薄さっていうか、こういう感じはないよね。これ美味しいんだよ。これもね、うん、おかずで、うん、作って食べたら美味しいんだよ。これをちょっと切って、うん、醤油を入れて、玉ねぎと一緒に野菜と、はい、フライパンに焼けたら、うん、もうすぐ完成にできるね、おかずだから。あの、串に刺して食べる、あれをおでんっていうんじゃなくて。あ、いいでしょ。これ、ちょ、でもさ、うん、それ今言ったじゃん、切ってもいいんですよ。ああ、
日本はもう料理がおでんじゃん。卵とかこんにゃくとか。あ、そうなの？あの料理で全部をおでんって呼んでるんだけど。あ、そうなんだ。そう、知らんこと。なんかこれをおでんって呼んでる。このチーズはおでんという。あの料理をおでんじゃなくて、うん、なんかおでんを細かく切って炒めてもいいと。例えば、うん、おでん、あの日本の感じでおでんにしたら韓国にはもう料理したんでしょ、うん、だからおでんのスープって呼ばれるんだよ、うん、おでんのスープ。うん、だからあの韓国語でしたらおでん缶って呼ぶけど、うん、おでんを入れた料理な感じでね。なるほど、うんうん、あの料理をおでんじゃなくて、そう、おでんが入ってるからおでんって言うんです、うん、なるほど、うん、違うね、自分で違うね、うん、知らなかったそうか。次、はい、これ私一番飲みたかったんですよ、うん、飲み物、うん、じゃじゃん、これ何、あー、はちみち生姜茶って言ったらいいかな、ゆず茶はよくあるじゃん。ゆず茶と違うね、ちょっと違う、うん、生姜を入れたったから、うん、ちょっとゆず茶より辛い味がするから。でもこれ喉が痛い時とか、うん、風邪ひいた時、うん、いいんですよ。良さそうだね、めっちゃいい、確かに、うん、体温まりそうだね。そうそう、だから私なんか冬になったら、うん、いつもこれをね飲みたくてね、うん、もう去年もね、あ、これ飲みたいなとそういう思ってたのに、はい、ちゃんとあってもう嬉しいわ買っちゃったんですよ。これでもさ、うん、このサイズだとまあまあ高いですよ、うん、これでいくらした、これ知らなくてもいい。もう買ったから。日本でもさ、よくあるじゃん。柚子茶でも。うん、ああ、そうそうそう。瓶のやつ、うんうん。まあまあ高いんだけど。うん、でこれ美味しいよ。冬これからさ、うん、寒くなる。そうそうそう。いいと思います、うん。私も飲みます。あ、やっぱ飲むの？飲みます。よかったじゃん。はい、で、次。どんどん出てくる、ね。だって5000円買ってるから。じゃじゃん、おかゆでーす。ただー、おかゆでございまーす。あ、これアワビだわ。あ、アワビと、お、これもね。うん、読んでみて、韓国語違うじゃん。ヨンニャンタッチュ、うん、まあ、タッチは鶏だよね、うん、栄養だ、素晴らしい、やっぱり韓国語ペラペラだこれ1回分ってこと？これ1食、これでそうじゃないの？そう思うよ、うん、うんうん、1回分で、これ朝ごはんにもいいじゃないかなと思って。あ、いいね、だ、うん、私なんか韓国旅行行ってた時は朝おかゆ食べに行ってたから、あ、お店にね。そうなんだ、うん、それでもやっぱ結構高いもんね、おかゆって。まあまあ、サイズがまずでかかった。ああ、そう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 。で、次ね、はい、韓国の海苔でございます。これはもうみんな食べてる。あのさ、これヤンバンギンって書いてるんですけど、うん、韓国でこれが人気なんだよ。あ、もう まさにこれ、なんと言えばいいの、飲食店に行ってもさ、うん、これ出してるお店もいっぱいあるし、はい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 、なんかお弁当ね、うん、一緒につけてる海苔ってしたら、うん、必ずこのブレンドの海苔なんですよ。うーん、まあ、この形 の韓国海苔めっちゃあるじゃん。あ、めっちゃあるよね。その中でも、まあ、みんなが思うのはこれなんだ。大体有名かもね、これがね、うん、まあ、なんかちょっと違う、それともなんかこれが一番最初とか。そこまでは分かんないんですけど、うん、もっとサクサクな、あ、やっぱちょっと違うんだ、うん、そうそうそう、パリパリってこと。そうですよね、うまそう。これを朝、これとだからこれ最高じゃんじゃじゃじゃーん、ぴょうたぎゅうへじゃんく。へじゃんく、かんじゃたんとへじゃんくはなんか違う。へじゃんくってさ、うん、お酒を飲んだ時、うん、朝食べるものって、そういうスープなんだよ、はいはい、それをへじゃんくって呼ぶけど、だこれも朝食べるもの。例えば昨日私がお酒飲みすぎたったって言ったら、これは朝に食べるんですよね、うん、すっきりするってこと。そうそう、これ私ね、はい、大学生頃ね、うん、その時なんかお酒めっちゃ飲むじゃん、だから次の日にこれをね、まあ、いっぱい食べたんですよだからその思い出があるから、あー、あー、ぴょうたぎへちゃんこなんか懐かしいなって思って買ったんですよ。ソンランタンじゃないけど、トガニタンって、それはちょっと違うけど、トガニタンは、あの、牛肉のスープ。ソンランタンと何が違う？ソンランタンは、うん、なんと言えば、似てるかもね。でも、ちょっとそれは調べて私が字幕に入れるけど。膝って書いてるよ。膝？膝のところ？膝軟骨って書いてある。あ、そうなんだ。うん、部位が違うね。そうだね。うん、もうこれはもう間違いなく美味しいですよ。うん、このやっぱ、ね、牛のスープ。白いやつはめっちゃ美味しいから。そうそうそう、うん、あ、これはね、私が好きなんだよ。なんかあなたが好きなものしか買ってないじゃないですか。ザザザザ、あ、ツナね。これ辛いやつじゃん。いや、これあんまと辛くないんだよ。
辛ラーメンより全然辛くない。あ、そう。うん。私これね、よくご飯と混ぜて食べたんですよ。へえ。なんか懐かしいんだよ、これも。白いご飯にね、これをね、入れて、こうやって混ぜたい。海苔とかなんか一緒に食べたらもう最高。簡単な料理だね。めっちゃ簡単だし、もう美味しいし。じゃじゃじゃー。タッカルビソースでございまーす。これソースだけ？ソースだけ。お肉は別で買うの。そうですよね。これも良さそうだよ。あの前にやったじゃん、タッカルビ作ったじゃん。あ、そう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 。あれみたいな感じでやるやつかな。うん。これも簡単で良さそうだよ。これはね、お肉と野菜があるんですよ。うん。またしおりちゃんが家に遊びに行ったら、うん、これで一緒に食べてみようかと思って。はい、全然新しい友達もできたんでしょ。うん。で、そう友達も呼んでさ、うん。まだそこまで仲いい。まだちょっと関係があるんだよ。ちょっとずつね。そうそうそう、まだお家に呼ぶことじゃない。私そんなもうすぐオープンする韓国人だけどね。いう探偵があるね。そうですか。そうそう友達も見てるかもしれない。これからもう長くね友達してくれる。もうこれからね、うん、お菓子なんですよ。やっとお菓子俺 出ないなと思ってたんだよ。これはね日本にもあるかも。マットンさん、ほらカリントだ。ピーナッツでしょこれ。そう、ピーナッツのカリント、これあるある日本も。これね、うん、私うちのお母さんがこれは大好きなんだよ。だから、うん、ああお母さんこれ大好きなんですよねって思って買ったんです。思い出したんだ。そうそう、これ美味しい。これはね私がしおりちゃんにも紹介してあげたんですけど、しおりちゃん今ねこれ大好きになってて、あそうこれ食べたーいってなったんですよ。誰それ。しおりちゃん。しおりちゃんこれ美味しかったねって。バカにしてんのか。ごめんねしおりちゃん。じゃじゃじゃーん。なにこれ。これめっちゃ美味しいんですよ。映画チーズグラタン味。チーズグラタン味がとっても美味しい。こういうね、うん、なんかグラタン知ってるじゃん。これの味ね、うん、ポテトチップ。そうやっぱ食べてみたらいい感じの薄さ。あのねペラペラでもないし、うん、分厚すぎないし、しかもこのギザギザ。いい感じだ。あすごいチーズの匂いする。うんうんうん、うまい。美味しいでしょ、うん、これ美味しい、うん、チーズグラタンの味する。そうでしょ、うん、でほんのり甘い。だから私韓国に行った時、うんうん、これが一番大好きだったんですよ。これうまい、うん、だから今日はヒョンちゃんがね、うん、大阪をブラ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 歩いてる間に見つけた韓国スーパーで買ってきた5000円分の5000円分の食材を紹介してくれましたけども、まあ日本でもねあの食べれるもの似てるものとかもあるけど、やっぱりね韓国の本場のものが食べたい時はあると思いますので、まあしばらくはこれで韓国生活を満喫できるんじゃないですか日本で。特に私にはね、はい、思い出を食べるんだよ、うん、そうだね、やっぱね、うん、私も子供の時の食べてたものとかたまにすごい食べたくなったり、あ、ね、あの見かけたら、うん、懐かしいとか思う時あるから、うんうんうん、ひょんちゃんもそれでね、うん、今回見て買ってくれたんですけど、うん、まあ、また、うん、私も食べますんで、はい、せっかく買ったからね、はいはいはい、もちろん一人で無理だよこれ全部食べるのは。そうですね、うん、というわけで今日はこの辺にしましょう、うん、またねー。またねー。